はい、もしもし、こちら水回りトラブル大解決、暮らし安心くら寿司、あ、いや、暮らし屋、いや、カリシアンです。本日はどのようなトラブルでしょうか？家族のトラブルは受けたまわってませんよ。あ、いえ、お金のトラブルでしたら弁護士さんにご相談された方がいいかと。あ、そうでしたか。それでは30分ほどお待ちください。すぐ向かいます。お客様、やはりそうですね。排水口から匂い上がっちゃってるので、配管の元から横に行って天井まで伸ばしていって、そしてシンクにつなげた方がいいと思います。ええ、治ると思います。社長、どう思います？やってみねえとわかんねえな。一旦この横の長さ測らせてもらいますね。あ、すいません、お水を流した時に匂い上がってくるかどうか確認させてください。あ、そうだ、それチェックするの忘れてた。おすんすん、おすんすん。なるほど。お水あっちから流れてない？どういう構造これ？ちょっとパニック。ここの水が流れてるんだよね。そうだよね。おすんすん、おすんすん。天井に配管する以前の問題。やだ、カリンちゃった。ハモっちゃった。よし、あのお水出てくるところ調べてくる。お願い。よいしょだよ。だだ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 。今までどうやって生活してました？社長、社長。あれ、カリンちゃんどこ？社長、やっぱりそっちで流したお水がこっちの配管まで来てるみたいです。あ、了解。カリンちゃん、排水管通して喋るのやめてもらえる？